マルサンホビー動画チャンネルです。11月18日土曜日、発売の、新製品のご案内をさせていただきます。こちらの方は、境界線機シリーズの、オプション部品になりまして、ウェポンセット、7になります。今までいろいろな、ウェポンセット出ておりますけど、それのさらに最新版になっております。こちらの方には、ガトリングガンや、ショートバレルライフル、あとはアサルトライフル、ブレード、あとジャベリン、フレームスワロー、あとスラスターユニット、ガードユニット、あとジョイントパーツなどが入っております。一応こちらの方に、使用例みたいな形でいろいろな、使い方を出しておりますけれども、体にマウントしたりとか、背中の、ウェポンラックのところに、アームを使って接続したりとか、いろいろとこう幅広く使える部品セットになっております。では今度箱の中のパーツを見ていきます。部品の方はこちらで全てになりまして、一応みんなグレー、濃いグレーの単色成形になっておりますけれども、こちらにジャベリンとかフレームスワロー、あとガトリングガンの、ところや、こちらにはアサルトライフルのパーツなどが入っておりまして、こちらにはスラスターやガードユニット、あとブレードやショートバレルライフルなどが入っています。部品はこれで以上です。こちらが組み立て説明書になります。こちらの方の、まず写真の方に、だいたいこの入っている部品の一覧が載ってまして、あと、ここの、写真の方には、この緑色で枠をしたところが、この中に入っているパーツを使ったものになりますので、こういったいろいろなアメインに対して、使用することができます。そしてこちらの方が、部品リストと組み立ての、アドバイスなどが書いております。そして、最初にこう組み立てていくのが、この、ガトリングガンの方になります。まずガトリングガンの方の、このバレルの部分を組み立てて、マズルの方をつけます。そしてグリップの方を、こう組み立てまして、こちらにくっつけていきます。そして今度、持たすときですけども、この手の方をちょっと、引き抜いて、少し隙間を開けてから持たすようになります。で、両手持ちにする場合は、一度この、手の方を、ばらして、それでこう握らせてから元に戻していただければ、両手持ちということができまして、一応イメージ的にはこんな感じができます。そして、あと、中に入っている付属のマウントとかを利用することによって、背中の方に、こうくっつけて固定武器にしたり、あとこうアームで本体の方へ持っていくような感じのイメージでできるようになります。で、次に、こちらの方がショートバレルライフルになります。こちらは、重心が本当に短いので、取り回ししやすい武装として、この中に入っております。こちらの方は、まず本体の方を左右合わせにしまして、で、このグリップの部分と、方を作っていきます。で、グリップをこちらに接続します。そして、こちら持たすときも、手をちょっと引き抜いていただいて、隙間を作ってから、持たすようになります。で、ここにちょっぴり、アームの方が出てるんですけど、これで、腕の方に固定した、武装として、使えるようになっております。で、次に、ご紹介しますのが、アサルトライフルになります。こちらは、中距離用の、武器になりまして、でこちらは、左右のこの本体のパーツをはめ込んでいきます。で、このグリップと、ガードの部分を、作りまして、はめていきます。で、持たすときは、他のものと同じで、ちょっと手首を前へ出して隙間を作ってから、こう握らせるようになります。で、こちらの方は、ブレードの方は、こう接近戦武器で、これは、アメインの装甲も、こう、貫くぐらい、硬い金属で作られています。で、こちらの方はもうこのまんまなものですので、こういった、ナイフとかを固定してる、機体のところの、武装を外してはめ込んでいくようになりまして、で、持たせる場合も、こちらも同じく手首の方を少し、隙間を作って、取り付けていくようになります。で、こちらの方が、ジャベリンになります。こちらの方は、地対空ミサイルを発射するようになっておりまして、こう、発射した後は、羽の方が生えて、長距離の、こう、攻撃に使えるような武器になってます。こちらは、本体の方に、まずグリップの部分をはめまして、こう、ただこう、はめ合わせでもう終わる、簡単な組み立てになります。グリップの方は動きますから、割と角度が自由に選べるようになります。で、持たすときは手首を伸ばして、持たせます。次に、フレームスワローになります。こちらは接近戦の武器で、要は火炎放射器になります。で、相手の方を、こう、熱で、こう、破壊していくという武器になります。
で、こちらの方は、本体の方を左右はめまして、で燃料タンクの方を組み立ててここに接続します。で持たす場合はこちら普通にただ差し込むようになできまして、で燃料タンクの方は左右どちらでも付け替えが可能になります。で次こちらがスラスターユニットになります。スラスターユニットの方はこちらの方のパーツをから、機体につけることによって高機動の機体の方を高機動でこう動かすことができるようになります。でこちらの方はまずこの外側のところに中のモールドのパーツを差し込んで、で外側の、方の装甲をあと逆側をはめます。これを2つ作っていきます。で次に、ガードユニットになります。こちらもスラスター機能がついている、パーツになりまして、さらにはこうちょっとした攻撃を防げる盾としても使えるようになります。こちらの方もまずこの中側のパーツの方を組み合わせてから外側の装甲をはめていくような形になります。そして使用例としてはこういった背中のところについてますサブアームのところに接続したり、あと足のこうアームマウントのところに、つけたりとか、するようになります。で次に、こちらの方が、ジョイントパーツになります。こちらの方は中に入っている、パーツをいろいろな方式で使えるようにするお助けパーツになっておりまして、両方に3ミリダボがついているものと、ちょっとこの段違いに、3ミリのダボがついているもののアームがついております。で使用例としてはこういったライフルなどの穴に対してこの両ダボがついているのを接続したりとかしていったり、あとこういった穴しか開いてない方にこの両側にダボがついているものでパーツを固定したりします。あとは互い違いについているダボの方にはこちらの方と、この武器の方と合わせて使っていくようにできますので、これでいろいろ幅が広くパーツ武器を使えることになりますので、ぜひこちらで試してみてください。これで以上です。30ミニッツミッションズ144分の1スケールエグザビークル多脚メカバージョンになります。こちらの方はちょっとこう雲っぽいようなフォルムをした、こう自立で AI で自立で動く支援メカになっておりまして、この先のところにはこうハサミ状の、パーツと、あと背中にはキャノン砲などが搭載しております。で足は節々が、こう稼働して動くようになっております。一応こちらの方がメーカーで組み立てたものになりますけれども、こちらの方も複数購入することによってここのボールジョイントで体が接続しておりますから、2つやればこれでどん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 延長していくことも可能になります。では今度中のパーツを見ていきます。こちらが中の部品になります。ちょっと濃いめのグレー一色のパーツになりますけれども、こちらにはカメラのところのこう綺麗なこうグリーンのシールが入っておりまして、ここに足の部品とか体の節の部品などが入っております。こちらには接続用のこのボールキャップが入ってまして、でここに足や、あとこの手の部分とか体の部分が入っています。部品はこれで以上です。でこちらの方が、組み立て説明書になっております。他のこうメカと合わせていろいろ使用することができますので、一応こちらの方に、プロベデルのパーツ本体を使って、カスタマイズした写真が出てるんですけど、こう手の部分ですね。こちらの方の、プロベデルのこの手の部分を取りまして、ここのところに、この、体の部分と足のところでうまくこう接続して大きな、このクローを作ってるような感じのイメージで、これは作られてると思います。あとは、他の部品などね、体のところ3ミリマウントたくさんありますから、そこで使っていただけるといいと思います。で、組み立ての方ですけれども、まずこの頭部のところを作っていきまして、この頭の部分のパーツを2つはめて、このシールですね、これを貼っていきます。そしてポリキャップはめて、この口の前のところになるようなこのパーツをはめていきます。そして体のパーツをこう2つ作っていきまして、ここにもポリキャップのボールジョイントをはめていきます。で次に、このお尻のところにつくパーツのところになりますけれども、これもこのとんがってるのを2つこう接続しまして、で横のところにつくこの、これもクローみたいなパーツですけど、これも2つのパーツを作りまして、ここに C ジョイントでパチパチってはめていきます。そして、
この頭とこの体の部分と尻尾の部分を、こうボールジョイントでこうガチャッとこう繋いでいきます。次に、足ですね。こちら4組作ります。まずここの足の部分のところのパーツを作りまして、でこちらの部品を作って、で、つま先の部分ですね。あとこのジョイントの部分のところにボールジョイントはめていきます。で、それを C ジョイントでパチパチパチってこうはめていきますと、まあ、こことこことここでこう動くようになります。そして、できた足を、この体の、裏のところにある、ジョイントのところにはめ込んでいきます。次に、この、手の部分になるところですね。この、まず、一番大きなところのパーツの中に、この C ジョイントがつくパーツの方をつけまして、で、この、爪の部分を2つはめます。そして、腕の部分の、部品ですけれども、ここの、肘っぽい関節の部分と、あとこの手首のところになる部品をはめていきます。そして、ここにもポリキャップをはめていきます。そうすると、ここで、縦の動きで、ここで横の動きで回転が取れるようになりまして、で、ここの腕を、C ジョイントでバチッとはめます。そして、本体にはめるときに、こう左右がありますので、片方は、このイラスト通りに、で、片方はこちらのイラスト通りに、動かして、またこのお腹の内側のところにバチッとはめていきます。次に、背中のところにつける、このキャノン砲の部分になりますけれど、この真ん中のところ、まあ、レーダードームみたいな感じの部品のところを作りまして、で、この銃砲の、本体の方に、こちらのパーツでちょっと蓋してはめます。で、できたものを背中に、接続して、これで、とりあえず本体の完成になります。で、次に、この、パーツの応用の仕方ですけれども、まずこのキャノン砲の部分の本体外しまして、砲身の部分も外します。それで、腕のところにある穴を使って、こういう風に腕のところに、この大砲の部分をくっつけるってこともできます。で、さらに、こちらの方の多脚メカを複数使用した例になりますけれども、この後ろのこの尻尾の部分を外しまして、で、もう一体目の方の方は、頭の部分と、背中のキャノン砲の部分を取っちゃいます。そして、ここに、こう、バチッてこうはめちゃっていけば、こう無限増殖できますから、もう本当に雲っぽいものからムカデっぽいものまで作れますので、これはいろいろこうたくさん買って遊べるものになりますから、ぜひチャレンジしてみてください。これで以上です。こちらは30ミニッツミッションズシリーズの、アチェルビーのタイプ B になります。以前に、発売になりましたアチェルビーが、本体がこう、ピンク色で、ここにこう、ツインテールのような感じで、頭部のパーツが成形されてたんですけど、今度の B タイプの方は割とこう、スラッとした感じになってまして、こう、髪の毛っぽいようなパーツはこう、ポニーテールの、風になっております。あとは、こう、サブマシンガンと、こう、このところにつく、剣などの武装が、付属しておりまして、で、一応こちらの横の、写真はメーカーで組み立て、完成させたものになっております。体の動きや腰の動きなどは非常に大きく取れるようになっておりまして、作った後でも様々なこう稼働で遊ぶことができます。頭のバイザーのところは取り付ける部分によって、全開や半分、全閉などができるようになっております。で、今までの30ミニッツミッションズの、シリーズと連動しておりますので、そういったオプションパーツを使用して、オリジナルのカスタマイズをすることもできます。あと、こういった付属の、部品としては、こう、手足のこのリングパーツのところを取り替える、こう、3ミリのシャフトが出たパーツや、胸のところに装甲などをつけるための、こう、穴の開いた部品なども入っております。では、今度、キットの中を、見ていこうと思います。でこちらの方が、中に入っている部品になります。まず、こちらの方には、目と、あとこの、ナイフ状のパーツのクリアーグリーンのパーツが入っておりまして、こう紫色の、リングパーツや、この頭の部分の、部品などが入っています。あと、こちらには、ちょっと濃いめの紫の、関節部品なども入っております。でこちらの方も、紫色の、頭部のパーツとリングパーツ、あと、ボールジョイントのポリキャップパーツ、あと、こう、足のところに使う、部品などがここには入っています。あと、こちらの方が、フェイスパーツのこの白いパーツとその受ける軸のところになります。
これは13ミニッツシスターと連動しておりますので、顔のパーツの方をお互いに取り替えて使うこともできます。あとこちらの方が、武装パーツの方ですね。マシンガンのパーツなども入っておりまして、あと足の部品もあります。あとこちらも手足の部品と体周りの、部品がここに、入っています。これで部品は、以上になります。こちらの方が、組み立て説明書になります。まず、こちら開けていきますと、まずこちらからですね、まずこういったいろいろなこのカスタマイズ例が、書いてあります。C タイプジョイントや3ミリ穴のハードポイントがたくさんついておりますので、今まで発売になっておりますシリーズの、武装をつけてオリジナルのカスタマイズが楽しめるようになっています。そして、こちらの方開けていきますと、まずパーツリストや組み立ての際の、ちょっと注意書きなどが書いてありまして、でさらにこちらの方には今まで13ミニッツミッションズを組み立てた方用にスムースな組み立てのこの説明書っていうのがここに入っています。でこれから別に、そうですね、普通に組み立てる場合はこちらからになりますけれども、まず、この頭部の方から作っていきまして、このマスクのところに内側からこの目のレンズパーツをはめます。そして、顔の芯になる部分のパーツをつけて、左右の、こうヘッドパーツとこのフェイスパーツをはめていきまして、で、この、前の部分の、パーツをつけます。で、上にこの蓋の状態のパーツもポンとはめていきます。で、バイザーの方は、ここに3箇所こうスリットがありますので、それでこの、目の見え方をこう調整することができます。で、頭の後ろのちょっとポニーテール状になった部品は、このジョイントで後ろのところに接続するようになります。それで今度はボディの組み立てになりまして、まず腕と胴体を接続するジョイントの部分を作って、胸のところと背中の部分のところのパーツで挟んでいきます。で、首のパーツと、あと、この胸の上のところにつくちょっとこの装甲っぽいパーツと胸の、ところの装甲パーツをつけていきます。それで今度は、お腹のところを作っていきますけれども、この、まず下側のところのパーツを前後ろで作ってポリキャップをはめます。で、お腹の上の方の部品をはめていきまして、それで先ほどの部品とこうつけます。そうするとこれはこういう風に曲がるようにできます。で次に、腰の部分になりますけれども、まずこの、軸をつける部品を、はめて前後ろの装甲で留めます。で、これが足のつく部品になりますけれども、これがここの軸で動きますから、この、作った後にここで稼働させて腕、足の動きを非常に広くすることができます。で、ここで前側の装甲パーツをつけまして、それでできた頭と胸の部分、お腹の部分、腰の部分とくっつけていきます。で、次に、手足の組み立てになります。で、まず、手は同じものを2個ずつ作っていきます。まず、この、肘関節になる部分の C ジョイントの部分と、腕の部分のパーツの2つを組み合わせて接続します。そして、肘の内側の、この目隠しになるこのパーツをはめまして、で、今度は二の腕の、下半分の部分と、あとリングパーツをつけます。そして、こちらのところの、肩に使える、ジョイントパーツをつけます。そして、右の場合と左の場合で、この、肩のボールジョイントの方の倒し方を変えまして、あと手のパーツをつけます。そして腕を接続します。で次に、足の組み立てになります。まず、ももの、こう、上と下の部分ですね。で、下の方には、この、このパーツが刺さる受けの部品をつけます。そしてリングパーツをつけて、はめ込んでいきます。それで今度は、足の、すね周りのところのパーツを左右で、つけていきまして、で膝の、C ジョイントの方をはめ込んでいきます。そして、そうですね、この辺はここも2個作っていきます。いっぺんに、すいません。そんで、あと、足のつく、関節の部分にボールジョイントをはめて接続して、で膝の、このカバーの裏の方ですね、膝裏のカバーを取り付けます。で、足のパーツと足首のジョイントパーツを、作りまして、はめます。そして、左右の足のこの接続部分を、倒しまして、腰パーツの方に接続していきます。で、次に、この武装とオプションパーツの、組み立てになります。まず、サブマシンガンの方は、本体のパーツをはめまして、で、重心のところのパーツを左右にはめまして、接続していきます。そして、剣の部分は、この持ち手の部分と刃の部分を接続して、で、この、銃の下のところにつけることができます。で、ナイフのパーツはこのように外して手で持たすことができます。で、手首のパーツは、こう2種類ついておりますので、どちらか好きな方をこう選んでつけることができます。あと、こういった別売りのアクションベース6に、対応して付けられるこの、パーツがありますから、これを接続して、腰のところにマウントすることができます。さらにこのパーツを、利用することで、ここの、C ジョイントで接続する、ちょっとこう弓なりに曲がったパーツがあるんですけど、
これを腰や背中につけることによって、またこのパーツをたくさんつける部分が増やせるようになります。そして腕の部分につけているリングパーツをこの3ミリジョイントが出ているパーツに変えていただくことによって、ここにまた何か装備をつけることができます。足の方も同じで、ここのリングパーツを作ってジョイントがついている部品に変えれば、そういう風にまた拡張することができます。で、胸の部品は外して、この穴の開いている部品をつけます。そうするとこのスピナティアのフェンサー仕様の胸パーツがつけられるようになっております。ちなみにこれが、スピナティアのフェンサー仕様になってますので、ちょうどこの部分になります。そして今度肩の方なんですけども、肩アーマーもこの最初についている部分の、関節を外して、こちらの方を組み立てて接続することによって、ここにもまた書いてありますけれど、このスピナティアのフェンサー仕様の肩パーツを接続してつけることができます。こうやって装甲や武装を、強化することができます。そしてあとこういったジョイントパーツがいろいろ入っておりますので、ここの部品は2個ずつ入ってます。これは1個ずつ入ってますので、これをまた使うことによって、まあ、様々なカスタマイズが楽しめるようになっておりますので、いろいろチャレンジしてみてください。これで以上です。こちらは、機動戦士ガンダム MSD のシリーズになります。144分の1スケールハイグレードの、ジムの、ショルダーキャノン装備、ミサイルポット装備になります。こちらのモデルは、通常カイラズの島の、ドアンの島で出てきました、ジムになりますけれども、2機とも、ちょうどこの中距離タイプのキャノンとミサイルポットをつけて、出撃したんですけれども、ドアンが変わるザクに撃退されてしまった、モデルになっておりますけれども、一応こちらの方はいろいろ組み合わせが楽しめる非常に面白いキットになっております。一応基本ベースとしてはこちらの、ショルダーキャノンパーツがついたタイプ、あとはミサイルポットを、装備した、タイプと選択で組み立てられるようになっておりますけど、これは組み立てた後もパーツの付け替えによってすぐ変えられるようにできています。さらに装備品も非常に豊富になってまして、ハイパーバズーカーやビームスプレーガンの、初期型、あと、それの通常のビームスプレーガン、あとショルダーキャノンもついてますし、ミサイルポットですね、あとこの腰につけるミサイルポット、あとは、ガンダムが使用してたビームライフルの前期型もついておりまして、そういったのをさまざま組み合わせて楽しむことができるキットになっております。では今度箱の中を、見ていこうと思います。こちらの方が、中に入っている部品になります。まず、こちらですね、色のついてないところはこういったシールが入っておりまして、あとビームサーベルのエフェクトパーツや、あとバズーカーのパーツ、シールド、あと首周りや手足の横にあるこの丸い部品などが入っておりまして、こちらの方には頭部のパーツやこのレンズの部分ですね、であと腰パーツなどが入っておりまして、あとこの赤い部品は足とかシールド、あと胸の部分になります。でこちらの方は手足の、部品が主に入っておりまして、あとこちらの、コーションデカールも、コーションシールも入ってますから、これを貼ると非常に機体の方が賑やかになっていいと思います。あとは、こちらの方には、ポリキャップが入ってまして、あとはこう装備品として、まあ、バズーカーの部品やビームライフル、あとこうスプレーガンやミサイルパーツ、あとこちらには様々な関節やジョイントのパーツが入っています。これで以上です。じゃあこちらが組み立て説明書になります。まず、これを開いていきます。そうするとですね、まずこちらが、パーツリストや組み立てのちょっとアドバイスなどが書いてあります。そして、まあ、ここに、まあ、先に書いてありますけれども、ショルダーキャノン装備かミサイルポット装備というのを選択して組み立てるようになっております。そして組み立ての方はまずこのボディの方からになりまして、この首の部分のこうジョイントを接続していきまして、これを背中の方の、パーツの方にはめていきます。で肩の方の、パーツなんですけれども、こちらの方が、ポリキャップのパーツをはめていきまして、ここがちょっとこう引き出し式の、関節部分になっています。
そしてここのところにはめていくんですけども、こうすると、まあ、上下の動きと前側にこうせり出す動きというのができるようになります。でここに今度は胸のパーツの方の押さえの方ですね、あ、ごめんなさい、これが体の半分、上の半分のパーツをはめていきまして、で次に胸のパーツのところにコックピットハッチのパーツをつけてシールを貼ってはめていきます。その際にこの、切り欠きのところにここの部分がうまくはまるように、調整していきます。で今度は腰と体を接続するジョイントパーツの方を作っていきまして、こちらの方にポリキャップを入れ、さらにポリキャップを挟んだこのパーツで押さえていくようになっていきます。そしてお腹の下半分のパーツにこちらの方をはめ込んでいきます。そしてポリキャップの位置をちょっと移動させまして、このコックピットブロックの後ろにあるピンのところに差し込んで、この位置に持っていきます。そして胸のダクトの部分とこの襟の部分の部品をはめ込んでいきます。次にバックパックの組み立てになります。バックパックのこちらの部品の方にこのポリキャップの、ボールジョイント状になったパーツを3つはめ込んでいきます。で次に、この左右のところにまたポリキャップをはめていきまして、そして次にこの、裏の方の蓋をはめます。そして、バーニアのノズルを左右に1個ずつ、で先ほどのボールジョイントになっている部分に1つずつ、計5個このバーニアがつくようになります。でこちらが、ビームサーベルの組み立てになります。そしてショルダーキャノン装備の場合はこちら の右側の方に、このビームサーベルの刺さるこのマウントをはめてビームサーベルを差し込んでいきます。そしてショルダーキャノンの方の部品を組み立てていきますけれども、この左右のパーツに8の字のパーツになっているものをはめてから、このピンの方を刺していき、で今度左側の穴の方に、接続していきます。そしてミサイルポットの、使用の場合はこの左右のミサイルポットのこのちょうどミサイルの点頭が出ている部分のパーツをはめ込んで、ここにシールを貼っていきます。そしてランドセルのところにつけるアームパーツをはめていきまして、でここのところの左右にあるポリキャップのところにはめていき、で背中に接続します。次に頭の組み立てになります。頭の方は前後のパーツをはめてから、この前側のこのレンズパーツをはめます。で次に、後ろのウエストのパーツですね、腰のところになりますけれども、これが左右のアーマーを取り付けるポリキャップと、この、アクションベースでこう飾るとき用のこのポリキャップをつけてから、中のこのフレームのパーツをはめ込んでいきます。そして、ここに、足のつく、ジョイントパーツをはめていくんですけど、これもこう可動式になってますので、作った後に動かすことによって足の動きが大きく取れるようになります。で、腰の前の走行パーツですけども、この、赤い部品に黄色の連邦マークがついたこの V 型のパーツがついたものを差し込んで、こちらの前側のところに差し込んでいきます。そして、この前側のスカートアーマーをはめ込んでいきますけれども、ここの真ん中をこう切り離せば左右こう動かせるようになりますので、これはこう加工にこう慣れているお客さんはぜひ試してみてください。そして次にサイドアーマーを差し込んでいきます。そしてミサイルポット装備タイプを選択した方は、この左右のところにミサイルポットをつけていき、この正面のところにシールを貼っていきます。で、後ろの方にビームサーベルのマウントを取り付けまして、こちらにビームサーベルを差し込んでいきます。で、次に、左腕の組み立てになります。まずこの、肩の走行のところの部分にポリキャップのパーツと、あとこのスラスターのパーツをはめていきます。で逆側の走行をはめます。次にこの肘関節の部分を作ります。これはちょっと二重関節になってまして、で今度、二の腕のパーツを左右からはめて、腕の横にあるこのリングのパーツをはめます。でシールを貼っていって、今度腕のパーツをこう前後からはめ込んでいき、裾のパーツのところに、袖のパーツのところに、この腕用のガトリングガンの方を差し込んでいきます。こうして袖パーツをくっつけまして、で今度肩のところにはまる、装甲の部品と腕を通して固定します。で手の方はこの平手と握り手をどちらか選択してちょっとはめていくようになります。で、右腕は基本同じになって組み立てていきまして、ただこの、袖の部分には右腕の方はガトリングガンがつかない構造になっています。で次に、足の方の組み立てですけども、まずはこの足の、ところですね、このちょうどこの、中のところに、ポリキャップのパーツと、あとこの B っていうパーツをはめていきまして、で足のこの底の赤い部分のところをはめていきます。でつま先のパーツを差し込んでいきますので、これでつま先は動くようになります。で次に
今度膝関節を作っていきますけども、これも2個ずつ同じものを作ります。まずこの、ここも二重関節になってまして、こちらの走行のパーツの方にこの3つの、こうジョイント部品をはめていき、それで蓋をします。そしてももの、後ろのパーツにポリキャップをはめて、こちらの、膝パーツの方につけていき、今度は膝を少し折り曲げた状態で前側のもものパーツをつけます。で今度はすね周りのパーツと足首パーツと足のスラスターのパーツを組み立てたものをはめていき、逆側のすね、のパーツのところをつけていきます。で今度は、前側のこの足のパーツを接続して、膝の、部品を、つけます。膝のパーツつけるときは一回、こうももを折り曲げてからつけます。そうすると足を曲げたときにここの膝のこの走行が独立して動くような状態になります。そして今度は、この膝関節の横のこのリングパーツのところにシールを貼ってはめていきまして、この足首周りの走行パーツのところを、今度はめていくんですけど、こちらもこのリング状のパーツにシールを貼ったものにこのコの字状の、走行をつけてはめていくようになります。そして今度この足のところの関節のパーツのところですね、これにポリキャップをはめまして左右から留めていきます。そして足に刺します。で足首も作ったものを 先に接続しておきます。で今度はこう全部の組み立てになりますけれども、胴体の方に頭と両腕をつけます。で腰のパーツをつけて、この腰アーマーをすり上げてから足の部品をつけますけれども、右のと左の方で接続の向きが違いますから、それを直してはめていきます。で最後にサイドアーマーを元に戻します。で次に、こちらの方ですけどね、まあ、ビームサーベルの方はショルダーキャノンタイプの方でしたら、この後ろのバックパックのところにありまして、ミサイルポットタイプだったら腰のところにあります。それを外してエフェクトパーツを挿して、両腕に持たすことができます。で、今度は武器の組み立てになります。こちらは、ガンダム用の、ビームライフルの前期型の方になります。まずはサイトの方を作っていきまして、それを左右の、パーツではめていきます。で、重心と、このホールディングアームの方をつけて、あと腰のところにつけるこの、ジョイント部品の、パーツをはめて折りたたんでいきます。そしてこちらの方ですね、持たす場合はこの腕パーツの手のパーツを使って持たすことができ、左側にも持たすことができます。そしてあとはついてる 手を一回外して差し込んでいけばできますし、で両手で、ライフルを構えるときはここのフォールディングストフォールディングアームのところを出せば持てるようになります。そしてショルダーキャノンタイプの場合はここに穴がありますから、こちらの、ライフルのところからマウント用の棒を出して差し込むことができます。でこちらはビームスプレーガンの、前期型になりまして、これは左右のパーツをはめてから、重心のパーツをはめます。そして武器の持つための手をで、持っていくようになります。でこれが通常のビームスプレーガンの場合ですけども、これも、左右のパーツをはめまして、で武器の持ち手の方に接続することができます。でこちらが、ハイパーバズーカになりまして、後ろのこのマガジンの部分のパーツをつけまして、そして、重心の方針のパーツをつけて、でこのグリップの部品の方を接続していきます。そして、このサイトの部分と方向の部分とこちらのちょっとコの字に曲がったパーツの方をはめていきまして、でこれも持たす場合にこの武器の持ち手の方で、持たすことができます。でショルダーキャノンタイプでしたら、この後ろのところにこちらの部品を使ってマウントすることができます。で今度はシールドの組み立てになります。シールドの方はこの、白いパーツと赤いパーツをはめていきまして、そしてまず左手についている手のパーツを外します。こっちですね、ごめんなさい。まず下の方に行って、ここがシールドのマウントの部品になります。で、シールドのマウントはここにスライドレール式になってますので、これがこう上下に動くようになります。でシールドを取り付ける場合は手のパーツを外し、こちらの、手で持つところのグリップに腕を固定してから、こちらの穴とこの手首のところにこう戻してつけていくような形になります。そしてシールドの方は手で持たさず、こう背中にこう取り付けることもできますので、こちらの穴のところに、こう接続すればつけられます。でショルダーキャノンの方はこちらの方で、こういう風に、動かして、稼働させることができます。で、こちらの方が、カラーチャートの方になっておりますので、ここのところに、書いてあるのが、クレオスの水性ホビーカラーになります。これで、色を、塗っていく人は、こちらのイラスト
とか、写真を参考にしてみてください。あと、交渉シールの方は、ここに一応例が書いてありますので、このように貼ってもらうといいんですけど、余った部分はまたお好きに貼っていってください。これで以上です。このように、入りました新製品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネルの登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。